今回ご紹介するのは、ハミルトンの手巻き時計、バイピングロックです。1928年に発表されたアールデコの名品。ワールドシリーズ制覇を記念し、ニューヨークヤンキースへ商品提供されたことで有名となりました。これまで幾度も復刻モデルが登場するなど、同社を代表するコレクションとして人気を博しています。本品は1990年代に発売された初代ニューヨークヤンキース復刻手巻きモデルです。サイズ。ラグ幅は16ミリ。ケース径は約29ミリ、リューズ含まず、縦、ラグからラグまで約42ミリ、厚さ約8ミリ、風防含むです。操作方法。ケース右サイドにあるつまみが龍字です。そのままのポジションで手巻きができます。龍図を引いて回すと時刻調整ができます。ハック秒針停止機能はありません。精度。日差は24時間の実測で30秒前後に収まっています。実装時は多少の姿勢差はあるかと思います。特徴。文字盤はアイボリーカラー。レトロなアンティークハンドとレイルウェイメモリの組み合わせ。6時1にスモールセコンドが配されたクラシカルな印象の雰囲気の良い風防デザインです。SS ケースは滑らかなカーブを描くアールデコフォルム。ベゼル部のローマ数字はエナメル加工が施され高級感を高めます。ラグが稼働するフレキシブル仕様になり、手首の太さによって調整可能な構造と凝った作りです。裏蓋にはヤンキース1928ワールドチャンピオンズの刻印が確認できます。やや小さめなサイズですので、小ぶりな時計をお探しの男性の方、小さすぎるレディースモデルに馴染めない女性の方にもおすすめの特別な一品です。コンディション。ダイヤル、文字盤、特に目につく大きなダメージはありません。文字、メモリのかすれ消えもありません。針は軽く経年変化しています。ケース、裏蓋、擦れ、小傷、軽いあたりが認められます。裏蓋の刻印は鮮明です。へこみなどもありません。風防、擦れ、小傷が認められます。装着しての日常視認性は十分に確保されています。ベルト、ハミルトンマークが確認できます。使用感はありますが、すぐに装着可能です。尾状はノンマークです。時計の外観コンディションや精度など詳細は、概要欄にリンクを貼っていますので、ぜひご覧ください。また、お気に召しましたら、チャンネル登録もよろしくお願いします。時計の委託、アンティーウォッチマンがお送りしました。